ヤルムークの戦いは、東ローマ帝国と、その同盟国のガッサーアン・アサが、政党カリフ勢力のアラブ軍とヨルダン川の支流の、ヤルムーク川で激突した戦い。この戦いに干渉した政党カリフ勢力によって、東ローマ帝国のシリア支配は終わりを告げ、預言者、ムハンマドの死後始まったアイスラームの大征服時代の幕開けとなった。これ以後、キリスト教の影響が強かった。 レバント地方は、急速にイスラーム化が進む。ヤルムークの戦いでの勝利は、アッラーの剣の異名を持つアラブ軍の指揮官の一人、ハーリドイブンワル・ワリードの代表的な軍事的功績とされている。この戦勝で、ハーリドは偉大な戦術家、卓越した、騎兵指揮官としての名声を確立した。東ローマ・サーサーン戦争の最中の610年、三奪者。 他カ,カドを倒したヘラクレオスが即位した。その頃、サーサーアン・アサ・ペルシアは、メソポタミアを攻撃中で、翌611年には、東、ローマ領のシリア、アナトリアに侵攻した。約10年間、防戦一方だったヘラクレオスは、軍の再建を進めて、反撃の機会を伺った。622年、ヘラクレオスは622年に、 パレスチナで反撃ののろしを上げてサーサーアン・アサに打撃を与えると、コーカサスやアルメニアの勢力とも同盟を結んで、メソポタミアで攻勢をかけた。ニネベの戦いで決定的な勝利を手にし、サーサーアン・アサの取得手資本を脅かすと、サーサーン長皇帝ホスロー2世は、息子のカワード2世のクーデターで殺害され、カワード2世は直ちに東ローマ帝国と和平を結んだ。 ヘラクレオスは失った領土をすべて回復し、ペルシアに奪われた聖十字架を取り返してエルサレムに凱旋した。この時代、南のアラビアでは政治情勢が急速に変化した。予言者、ムハンマドのイスラームの教えが広まり、630年までにアラビアを統一した。632年にムハンマドが死ぬとアブーバクルが 第二代政党カリフに選出されるが、多くのアラブの部族が反旗を翻しりった戦争が、起きた。アブーバクルは、メディナのカリフの権威の下でなんとか、イスラーム共同体の分裂を防いだ。内乱を沈めたアブーバクルは、対外征服事業を始め、イラクに兵を進める。アブーバクル期間の優勝ハーリドイブがアルワリード率いる、遠征軍は、サーサーン長軍を相手に連戦連勝で、 イラクを制圧した。アブーバクルはサーサーアン・アサと交戦しつつ、東ローマ帝国が支配するシリア侵攻の準備も始めるが、東ローマ軍が反撃に出ると、ムスリムのシリア方面軍はこれに対応しきれず、本国に増援を求め、ハーリドがイラクから派遣されることになった。634年11月、アジュナーダインの戦いで、東ローマ軍は敗れて、 ダマスカスが陥落した。アブーバクルが634年に死ぬと後継者のウマルもシリア侵攻を続けた。ウマルと折り合いの悪かったハーディドは更迭され、アブーバイバが公認の指揮官となった。パレスチナ南部を平定し南北に走る対象の交易路沿いを北に攻め上がったムスリム軍はティベリア、バールベックを解除させ、635年初頭にホムスを占領した。 アラブ軍が占領したホムスは、東ローマ帝国の重要拠点であるアレッポや、ヘラクレオスが今日構えるアンティオキアからも近く、危機感を抱いたヘラクレオスは、戦備を進めた。635年、サーサーアンアサの皇帝ヤズデギルド3世に娘を、とつがせて、同盟を結び、東ローマ帝国とサーサーアンアサで、レバント方面とイラク方面から挟み撃ちにする準備を進めた。 ところが、636年5月に、ヘラクレオスが反撃を開始したにもかかわらず、ヤズデギルド3世は、国内が疲弊していたために歩調を合わせることができず、決定的な機会を逃した。ヤズデギルド3世は、ヤルムークの戦いの3ヶ月後、カーディシーやの戦いで正統カリフ軍に大敗して、ペルシア西部を失うことになる。正党カリフアラブ軍と、 東ローマ軍の開戦までの動き東ローマ軍は635年5月にアンティオキアに大軍を集結させた。東ローマ兵、スラブ人、フランク人、グルジア人、アルメニア人、アラブ人キリスト教徒からなる、この軍は5つの軍団に分けられ、ヘラクレオスの弟テオドロス・トリトゥリオスが総司令官に任命された。実際に全軍の指揮を取ったのはアルメニアの将軍で、 ホムス防衛司令官だったバハンでスラブ人王子のブッキナートルがスラブ兵をガッサーアン王ャバライブンアルアイハムがキリスト教とアラブ兵を率いた残りのヨーロッパ兵はグレゴリウスらの指揮下に入ったヘラクレオスはアンティオキアから全軍を監督した東ローマ側の資料ではサーサーアンアサの縮小をシャフルバラーズの息子のニケタスも東ローマ軍に加わったという 正当化リフ勢力のアラブ軍は、パレスチナのアムルイブンアルイコールアース、ヨルダンのシュラフビール、ダマスカスのヤジードイブンアビスフヤーン、ホムスのアブーウバイダの4部隊に分かれていた。アラブ軍が分散していることを知ったヘラクレオスは、敵が兵力を集中する前に、かっこ撃破しようとした。カエサリアを包囲中のヤジード軍を釘付けにするために、 呂城中のヘラクレオスの息子コンスタンティノス三世の元に造営を送り、東ローマ軍は636年6月にシリア北部を出撃した。東ローマ軍の計画は以下のようなものだった。捕虜から東ローマ軍の動きを得たアラブ軍ではハーリドが軍儀を招集し、部隊をパレスチナとシリア北部、中部から撤退させ、全軍を一箇所に集中させるように、 アブーバイダに進言した。また、ハーリドは占領した、初年から徴収していたジズヤも、撤退の際には住民に返還するように助言した。これらを入れたアブーバイダは、東ローマ軍の圧力を受けつつ分散した兵力を、集め、ガリラヤ湖の東約40キロのダルアーまで撤退。ヤルムーク峡国とハッラの溶岩、腹の隙間を塞ぐように布陣し、 ヤルムーク平野の東側に宿営地を設けた。戦場周辺の地図領軍が退治したのは、ゴラン高原の南東、ガリラヤ湖の東のあたりの一帯。戦場の西側は、ヤルムーク川の支流が流れて深い峡谷を形づく。特に西側の峡谷は切り立った崖が連なり、高いところでは200メートルにもなっていて、一箇所だけローマ橋が架けられていた。 戦場はこの二つの川に挟まれた三角地帯の、なだらかな平原だった。アラブ軍は、ヤルムーク平野を見渡す高台に陣取った。開戦前に、アブー・ウバイダは指揮権を再びハーリドに譲った。総司令官となったハーリドは軍を36の、不評部隊と4つの騎兵隊に再編し、直属の聖域兵部隊を遊軍とした。 西向きに布陣したアラブ軍の戦線の幅は12キロに、及び、最左翼は、ヤルムーク川の南に配置された。中央左翼よりは、アブー・ウワイダ、右翼よりは、シュラフビール、右翼は、ヤジード、左翼は、アルアースが引き、それぞれの後方に騎兵が配備された。中央最後方には、ハーリド直属のこの駅兵隊が控えた。ムスリム軍の兵士は鉄兜をかぶり、 首や顔まで覆うような鎖肩びらを着込んだ。初期のムスリム兵士は、ローマ式の革サンダルに似たサンダルを愛用し、革の鎧や白片鎧、鎖肩びらが用いられた。不評は、騎兵より重装備で、シャツ型の鎖肩びらと大型の枝みの盾、重装で武装した。不評の槍は、約2.5メートルで、騎兵の槍は長いもので5.5メートルになるものも、 あった。剣は、ローマのグラディウスのような探検と、サーサーン式の長剣が用いられ、肩掛けの飾り体に吊るされた。弓の長さは、有名なイングランドのロング棒と同様の2メートルで、射程距離は約150メートルだった。初期のムスリムの旧兵は徒歩だったが、騎兵に対して非常に有効だった。アラブ軍がヤルムーク平野にやえしてから数日後、 東ローマ軍がガッサーアンオージャバラに率いられた軽装兵を先頭に到着し、ヤルムーク川支流の強谷の北に宿営地を建設した。バハンは東ローマ軍を東向きに布陣させ、平野の南端のヤルムーク川沿いに排された右翼からエジプトまで通じるローマ街道が通る平野北部の左翼までの両翼の幅は13キロに及んだ。右翼はグレゴリウス、左翼は ブッキナートルが指揮し、中央はヨーロッパ兵とアルメニア兵が固めた。東ローマ帝国の重機兵として知られるカタフラクトは両翼、中央ともに均等に分配され、各軍団とも不評が全面、機兵が後方に配置された。馬やラクダに乗ったガッサーアン王国のキリスト教とアラブ兵らは東ローマ軍主力が到着するまでは前衛として配された。 アラブ側資料によると、グレゴリウスのフランク人部隊の戦士たちは10人、1組で足を鎖で繋ぎ、逃げずにその場で死ぬという誓いを立てたという。鎖は敵機兵の突撃に対する備えにもなった。東ローマ軍はこれまで何世紀も、天空一滴の大規模海戦を忌避してきた。しかし、ハーリドがアラブ軍をシリア各地から撤退させ、兵力をやるムークに集中したことにより、 東ローマ軍はその海戦に引きずり込まれる形になった。大量動員により東ローマ軍の兵団には極端な負荷がかかり、最も近い兵団拠点のダマスカスもヤルムーク平原の全軍に十分な物資を送ることができなかった。また、物資調達をめぐって現地住民との衝突も耐えなかった。アンティオキアの宮廷にいたヘラクレオスは、 指揮官たちに海戦に打って出ないように命令していたが、バハンがこれに従わないと見るや、アンティオキアの停身らは反逆罪などと非難した。戦場の指揮官たちも主導権争いに明け暮れており、バハン、トリクリオス、ブッキナートルーラの中は険悪だった上に、戦場周辺の地理に明るいガスサーン国王ジャバラは、ほとんど無視されていた。ギリシャ兵、アルメニア兵、アラブ兵の間にも、 不信感が漂い、キリスト教会内部の争いであるカルケドン派と、単性論との長きにわたる論争も影を落とした。東ローマ騎兵は、スパティオンと呼ばれる長剣と、コンタリオンと呼ばれる軽量の木製ランスで武装した。弓も傾向しており、エビラには矢を四十本入れ、蔵やベルトに吊るした。重装不評の武器は、短剣と短い槍で、軽不評と急兵は、 小型の盾を用いた。東ローマ軍不評は、ギリシャローマ伝統のテストド戦術を採用していた。両軍の夫陣、正統カリフ軍東ローマ軍アラブ軍と東ローマ軍はそれぞれ兵を4分割し、両軍は正面から向き合った。サーサーアン朝と協調して正統カリフ勢力に、 攻勢をかけようとしていたヘラクレオスは、イラクで、ヤズデキルド三世が準備を整えるのを待っており、バハンに対しては、外交交渉が終わるまでは先端を開かないように、命じていた。バハンは、グレゴリウスとジャバラに交渉に当たらせ、開戦直前には、敵将ハーリドを招いて最後まで交渉を続けたが、無駄に終わった。結局、これらの交渉には1ヶ月を費やした。一方、 イラクのカービシーア二軍を展開していたカリフのウーマルは、サーサーアン・アサの大軍を前に、ペルシア宮廷と和平交渉を始めさせて、ペルシア戦線で時間を稼ぎ、その間に、イエメンから六千の援軍をハーディドに送った。この援軍には、ムハンマドと直接行動を共にした千人の共有が、含まれ、中には、イスラーム最初の戦いとして知られる、バドルの戦いに従軍した。 古参兵100人も加わっていた。暗い種族の重要人物も何人かおり、ヒンド、ビント・ウトバのような女性もいた。ペルシア戦線でサーサーン朝軍とシリア戦線で東ローマ軍と対峙することになったウマルは、まず東ローマ軍との決着を急ぎ、シリア戦線に精鋭を送った。援軍は、わざと小部隊に分けられて少しずつ戦場に到着するようにし、 アラブ軍の援軍が延々と続くように偽装された。このような計略は後にカービシーアの戦いでも行われたが、これにより、アラブ軍が強大になりすぎる前に決着させようとした、東ローマ軍を決戦に引きずり込んだ。636年8月15日の夜明けとともに、両軍は陣形を整え、1キロほど離れて退治した。東ローマ軍の騎士らが一騎打ちを呼びかけ、 アラブ戦士たちがこれに応じて戦いが始まった。昼まで続いた一騎打ちはアラブ軍が優勢だったため、バハンは東ローマ軍不評の3分の1で攻撃をかけ、アラブ軍の戦列の弱点を探ろうとした。しかし、兵力と武装で勝るはずの東ローマ兵の攻撃は、歴戦のアラブ戦士に対して歯が立たなかった。バハンは残りの兵力を戦闘に投入せず、 この日の戦いはそれほど激化しないまま、日没とともに両軍はそれぞれの陣に戻った。東ローマ軍はアラブ軍の不意を襲うため、ムスリムたちが朝の祈りをしている夜明け前に攻撃を仕掛けようとした。バハンの作戦は東ローマ軍の中央がアラブ軍中央を攻撃して牽制している間に両翼を突破するというものだった。不意打ちを警戒したハーリードは、 夜の間に強力な章海戦を張っていたため、東ローマ軍の奇襲を察知したアラブ軍は十分な迎撃態勢を整えていて、中央の攻撃は持ちこたえた。しかし、アラブ軍右翼へのスラブ兵の攻撃は激しく、アラブ兵たちは耐えきれずに後退し始めた。ハーリドが騎兵を差し向けたため右翼は何とか持ち直したが、今度は、 左翼が東ローマ軍のテステゾ隊列によって突破され、アラブ兵が宿営地に向かって逃げ始めた。宿営地では、頻度に引き入られた、竹り狂ったアラブ女性たちがテントを解体し、その支柱を振り回しながら配送者たちに詰め寄ってメンバーしたため、アラブ選手は戦場に取って返した。アラブ軍右翼の配送を押しとどめたハーリードは、この駅兵隊を左翼に回し、 東ローマ軍右翼の側面をついた。また、この駅兵を一部隊切り離して、副艦のダラールに預けて、東ローマ軍の中央を攻撃させた。正面と側面から攻撃を受けた東ローマ軍右翼は、後退し、日没の頃には、両軍が朝布陣していた地点まで戻った。東ローマ軍中央の被害は大きく指揮官までも、戦死し、東ローマ軍は、 意気消沈した。逆に、アラブ軍は兵力を削り取られたが、ハーリドの反撃で体制を立て直したことで、士気は盛り返した。東ローマ軍は、比較的平坦な地形に布陣している、アラブ軍右翼に狙いを定め、中央から切り離そうとした。猛攻を受けたアラブ軍右翼は回想したが、再び宿営地の女性たちから、猛烈な罵り声を浴びて踏みとどまった。 東ローマ軍が自軍の右翼を切り崩そうとしていることを察知したハーリドはこの駅兵と右翼の騎兵で東ローマ軍左翼を両側から挟み撃ちにし血みどろの白兵戦になった。ハーリドがタイミングよく騎兵を投入したためアラブ軍右翼は崩壊を免れ夕暮れまでには東ローマ軍を押し戻した。バハンは前日の戦術を継続し、 ブッキナートル配下のスラブ兵、アルメニア兵、カッサーン王国のキリスト教とアラブ兵がアラブ軍右翼を攻撃したため、アラブ軍右翼は再び敗走した。ハーリドは再び、この駅兵を率いて右翼を援護するとともに、東ローマ全軍に総攻撃の機会を与えないために、左翼のアブーウバイダとヤジードにそれぞれ全面の東、ローマ軍を攻撃させた。ハーリドが、 この駅兵を投入して、東ローマ軍左翼の側面を攻撃し、アラブ軍右翼は再び東ローマ軍の猛攻を押し切った。一方、左翼は東ローマ軍の弓騎兵による絶え間ない一制射撃で大きな損害を受けた。海戦5日目の夫人、ハーディドは側面攻撃のために騎兵を結集するとともに、500機でローマ橋を占拠させた東ローマ軍は4日間攻勢を、 続けたが、アラブ軍を突破できず、損害も少なくなかった。陣容を立て直そうとした、バハンは5日目の早朝、ハーリドに数日間の休戦を提案したが、勝利がすぐそこまで来ていると感じたハーリドはこれを拒絶した。ここまで、アラブ軍は防御に徹してきたが、東ローマ軍が積極性を失ったことを悟った、ハーリドは初めて攻勢をかけることを決め、軍を再編した。 騎兵は一つにまとめられ、ハーリドのこの駅兵がその中核となった。この騎兵戦力は強力で、兵数は8000ほどになった。ハーリドは騎兵戦力で、東ローマ軍の退路を断とうとした。戦場は3方が切り立った渓谷となっており、北側を騎兵で抑えれば、逃げ道はなくなった。さらに、高さ200メートルの崖が切り立ったヤルムーク川の支流にかかる、 唯一のローマ橋を抑えるため、ハーリドは、副官ダラールに500機を与えて送り出した。ダラールは夜中に、東ローマ軍左翼の北側を介して橋を確保した。ハーリドのこの駅兵が、敵後方に回り込み東ローマ銃機兵を粉砕した。ハーリドの戦術は、増強したアラブ機兵で、東ローマ機兵を、戦場から完全に駆逐し、不評を、機兵の支援から切り離して、 包囲殲滅するというものだった。ハーリドは全軍に総攻撃を命じ、自身は、帰下の騎兵を率いて、東ローマ軍左翼の外側を回り込んだ。左翼のキリスト教とアラブ人の軽騎兵を攻撃して、戦場北方に追い払うとともに、左翼の不評を後方から攻撃すると、東ローマ軍左翼は崩壊し中央に逃げ込んだため、中央の軍も動揺した。 東ローマ軍最翼を改装させると、アラブ騎兵は、残りの東ローマ騎兵に攻撃をかけた。バハンは、アラブ軍の騎兵の動きに気づき、自軍の騎兵を結集しようとした。そこに、ハーディドのこの駅兵が襲いかかって粉砕し、虎の子のカタフラクトは、東ローマ不評を見捨てて、戦場の北方へ改装した。 東ローマ騎兵を始末したアラブ騎兵は東ローマ軍左翼の不評を包囲殲滅した。左翼が壊滅すると東ローマ軍は総崩れとなった。ハーディドは戦場の北側に騎兵を配置して大路を立ち敵兵を渓谷に挟まれた三角地帯へ追い詰めた。東ローマ軍の不評が崩壊し三角地帯に追い詰められた。 追い詰められた東ローマ軍は西へと走ったが、切り立った渓谷の唯一の橋は、ダラールの騎兵に抑えられていた。完全に大路を断たれた東ローマ軍は、崖から追い落とされたり、川に入って逃げようとして押し流されたりして、全軍の半数近くが戦死した。総司令官のテオドロス・トリトリオスは戦死し、ペルシア王子のニケタスはホムスまで何とか逃げ延びた。 ガッサン・朝のジャバラ王も戦場から落ち延び、後に一時期イスラーム勢力に属するが、すぐに東ローマ帝国に亡命した。ハーリドはこの駅兵で敗山兵を追跡してダマスカス近くで敵兵を捕捉し、アルメニア王子バハンを撃ち取った。ダマスカスに入場したハーリドは住民から歓迎された。アンティオキアで、 敗戦の知らせを聞いた東ローマ皇帝ヘラクレオスは打ちのめされた。属州を守る兵も戦費も底をついており、野員に紛れて船でコンスタンティノープルへ向かった敗戦の衝撃でヘラクレオスは強水症になりコンスタンティノープルに帰るためにボスフォラス海峡を渡る際も海峡に船橋を渡したと言われている。シリアを放棄したヘラクレオスは アナトリアとエジプトの防衛に専念したが、アナトリア中部に干渉地帯として設けていた。アルメニアは639年までにイスラームの手に落ち、639年から642年にかけてエジプトはアルアース率いるアラブ軍によって征服された。ありがとうございます。